名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。名盤ラジオ、今回もよろしくお願いします。拓也です。どうもこんばんは、N ゾーです。こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。名盤ラジオ、今回が30枚目のアルバムです。ちょうど30枚。記念すべき。記念すべき。30枚ですね。30枚もう。ね、やってるよね。やば。30枚ですか。積み重ねてきたらすごい。積み重ねてきたね。で、30枚目がこのアルバムでいいのかっていう感じですけど、今回は。いやー、もういいんじゃないですか。爆竹の1995年の大問題作、69です。大問題作だったんですね。これは問題作でしょう。大問題だろう。大問題作。これはでも問題あるもんなんか。いや、まあ、確かに問題はあるなと思いますね。これもだって音とかも問題作だし、回収されてるからね。ああ、まあ、あといろいろそうか。実際に問題も起きてるっていう話ですね。名実ともに問題だから。すごい。そうだ。回収されてるってなかなかないでしょう。その、メジャーバンドで。大問題ですね。大問題ですね、これは。すご。これはね、後でも出てくるかもしれないけど、うん、楽園っていう曲でコーランを無断で使用していて、訴えられて、回収してると。いや、確かに大問題作ですね。大問題ですね。これファンの中でもあれだったんですか？もう出た時結構問題作だなみたいな受け入れ方だったんですか？どうなんですかね、リアルタイム。まあ、なんかダーカーンザダークネス、ダーカーザンダークネス、もうだいぶ問題作じゃないですか。なんというか、そっからの正常進化っていう感じで受け止められてるのか。まあ、なんか今回この連続で聴いてる感じはやっぱすごい深くあったなっていう、そのまあ同じ路線じゃないというか、なんかベクトルは結構近いところ向いてるけど、そのなんか振れ幅もそうだけど、すごい広く深くなったなっていうか。そうですね。そんなに別に180度変わってるとかそういうんじゃないけど、その流れの延長線上ではあるけど、より深く野爆というか、よりやばくなってますよね。よりやばくなってますよね。よりちょっとなんだろう、狂ってった感じがするという、なんかもう本当に行き着いちゃったなみたいな。もうそういうの最高ですよね。まあ病的だよね。病的ですね。結構怖いっていうか、心配になりますよね、聞いてて。うん、そうそうそう。大丈夫かな、これって。っていうね、69。まあ今回、特集していくわけですけど、まず初回の今回については、前作、Darker Than Darkness Style 93、から、この69に至るまでっていうところと、全体的なところを話していければと。誘拐ですね。はい。っていうところからで、またその時系列的なところから話していければなと思いますけど、Darker Than Darkness が1993年の6月23日に発売してると。うん。まあその時も話してますけど、93年にこれやってたのかっていう、まあすごい、早いっすよね。もうスタイル93ですからね。うん。刻印してるからね、その。ね。これを93年にやったぞっていう。うん、で、ツアーをその年はやって、まあ、11月まで、だから、まあ、ほぼほぼ年内ツアーやってるっていう感じですね、93年については。で、94年に入ると、結構各メンバー、いろいろ、他の活動とかもやったりしていったみたいで、爆竹としては、リミックスアルバム、シェイプレスっていうのが8月24日にリリースされてる感じですね。あ、リミックスアルバムとかも出してるんです。
これはなんか、アコサクをアンビエントでリミックスするっていう、なんか、まあそういうコンセプトで、やられてたみたいですけど、結構すごいんですよね、メンツ見ると。エフェクスツインとか、オーテカとか参加してるんで。すげえな。すごいっすよね。その辺のなんか、その辺のなんかシーンのこの動き的なのに、こうしてのアンビエントリミックスなんだろうなって感じはなんかしますけど。うんうん、そうですね。で、使ってるっていうか参加してるアーティストがね、FX とか、大手がなわけで。うん、その辺すごいよね。すごいっすよね。そうそう。なんかちゃんと、こうしてるっていうか、すごい、うん。当時のその音楽シーンの最先端の人たちですからね。で、このリミックスアルバムはなんか写真集付きっていうか。へぇ。なんか僕も前持ってましたけど、すごいでかいんですよね、これ。普通のあの CD のサイズとかのパッケージじゃなくて、結構でかいサイズで。写真集メインに CD がついてるみたいな、なんかそんな感じなの。本なの？そう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 、本のサイズですね。ね。で、その写真集の撮影でトルコに行ってたりとかっていうのが。ああ、はいはいはい。この94年の出来事ですね。なんかすごいな、この辺も。いろいろやってるよね。シマムザホルモンもなんか本を出してたよね。本に CD がついてるっていう。そうなんだ。そうなんですよ。だからなんかすごい、本の方の売り上げにカウントされるっていう。ああ、はいはいはい。なるほど。書籍扱い。書籍ね、はいはいはい。書籍で1位取るみたいな、なんかそんな、なんか。なるほど、なるほど。そうそう。CD じゃなくて書籍扱い。うん、だそれの先駆けじゃないですけど、なんかそういう、まあそうだろうね、似たような発想というか。まあこれは CD としてカウントされてるのかもしれないですけど、うん。すごいですね。がっつり本をくっつけるっていうの。そうそうそう。で、8月には LSB っていうコンサートツアー。これはですね、ソフトバレーとルナシーとバクチクっていうの3つで回るジョイントコンサートツアー。こんなやってたんですね。LSB。これすごいですよね。ゲストには、イエローモンキー、ラルク・アンシエル、マッド・カプセル・マーケット、ダイ・イン・クライズ。すごいな。なかなかそれ。すごいですよね。すげえな。この94年の夏ですね、これが。このツアー行きたかったっすね。めちゃくちゃすごいですよね、これ。その辺でもうなんか、すごいっすよね。うん、ルナシーであり、マッドカプセルマーケットでありっていうのはもう、ほんとミクスチャーだよね。はいはいはい。うん、イエモントラルクはこの辺の94年の夏はどれくらいの時だったんだろう。94年でも。94年。ちなみにルナシーで言うと、もうあれなんですよ。わかりやすく、ロージアとトゥルーブルー。の頃なんですね。出た頃。ああ。そうそうそう。ラルク・アンシェールまだあれじゃないじゃん。もうちょっと。前だよね。うん。フラワーとか出てない頃でしょ。それの前。出てないだろうね。ロージアとかだから。ね、その1個前か2個前ぐらいのアルバムだよね。うん。94年のイエモンだと、まだ、あれだね。ジャムが96年だから。おぉ。で、追憶のマーメイドが95年だから。それよりもっと前、うん。悲しきエイジアンっぽいとか熱帯夜とかだから、まだそこまでその全国的な大ブレイクには至ってない頃だし。ブレイク前夜の感じですよね。うんうん、まあ言ってみれば、ルナシーだってそうですもんね。ロージア出たばっかりみたいな頃だから、うん。まあまあ確かに、これから本格的にっていうところですね。うん。すごい。まああとここで、なんかポイントというかソフトバレーっていう。はいはいはい。のが出てきますけど、ソフトバレーって聞いたことあります？ありますね。すごい、エレクトロな、前衛的な感じっすよね。あ、そうなんそうだね。僕もなんかそこまで、なんかめっちゃ聞いてたわけじゃないけど、うん。少し
聞いたことあるぐらいな感じですけど、うん、割となんか特徴としてはエレクトロ系をなんか取り入れてる感じなのかなっていう印象ですけど、うん、まあなんかすごい爆竹と気が合いそうだよなっていう感じはありますけど、まあそのうちのメンバーである藤井真希っていう、人と今井でユニットシャフトっていうやつを作って、そうだね、やってたね。これがもともと91年に結成自体はしてるみたいですけど、うん、この94年の9月にアルバムを出してるんですよね。うん、なのでこの年は今井さん的にはこれもやってるっていう感じですね。うん、でこの9月に出てるアルバムはボーカルにビッグのレイモンド・ワッツを迎えて作ってるんですよね。ああ。ビッグは、あの、インダストリアルのユニットというか、まあ、レイモンド・ワッツのプロジェクトみたいな感じですかね。ナインチネイルズともツアーやったりとか、ナッシングレーベルからもアルバム出したりとかしてた感じっすよね。まあ、このレイモンド・ワッツは、後にシュバインっていう、バンドを今井と桜井と、あと、もう一人、KMFDM の、人と作ったりしてっていう、そういうつながりも後にもあるっていう感じですね。で、シャフトもアルバム作って、ライブも、やったりっていうところで、94年はなので、そんな感じなんですよね。いろいろ、個々に結構やってたり。まあ、爆竹で言うと、そうそう、そのリミックスアルバムで、あの写真集作ってみたいな、うん、そういう年なので、なんか主だってこうリリースをしてるとかっていう感じでもないんですよね、うん、新曲っていう感じでは出してはないですね、うん、結構いろいろ違うことをやった年っていうか、うん、なんかもうその時点でなんか後のルナフェスとかさ、なんかそんなようなことをもうその時点でやってるんだなみたいなのが、まあ、確かにそうですね。確かに確かに。そうですね。フェスみたいなもんですもんね。確かに。まあシャフトとかそういうユニット系もそうですもんね。なんかすごい新しい取り組みっていうか。そうですね。で、ルナシーにしてもイエモンにしてもラルクにしても、その時点ではまだこう、ね、全国区にはなってない。うん。うん。若手バンドともしっかり一緒にやってて、うんうん、確かに、うん、マッドカプセルマーケットともやっててっていうのはすごいなんか幅広いですよね、うん、その辺がなんか、その辺がなんかビジュアル系っていう、そのそういうのに収まってない感じがもう、うん、すでになんかそういうことなんだなみたいなのが確かに確かに、まあ結構その狂った太陽とかダーカーザンダークネス取り上げた時にも散々早い早いって言ってきましたけど、なんかやっぱり周りもほっとかなかったんだなっていうか、同じようになんか早い、まあやっぱり当時にしてはすごいし、まあ後にもすごいビッグなアーティストになっていく人たちとは共鳴し合っていろいろやってたんだなみたいな、うん、そうですね、そういうのがなんかわかるなっていう、うん、振り返ると、うん、そういうなんか後進の若手からしたらやっぱ憧れの先輩だったんだろうね、うんうんうん、そうですね。でまああとまあ本場っていうかアメリカで、インダストリアル、バリバリでやってる人とも一緒にやれちゃうみたいな。うん、まあだから一緒にやれるってことは、そういう人たちから見ても、うん、まあ一目置かれるというか。そう。うん、あ、こいつ面白いっていうの、面白い音出してんじゃんっていうのが、うん、やっぱあっちの人から見てもあったんでしょうね。そういうことですよね。まあまあ、そりゃそうだよなとは思いますけど。うんまあ93年でああいう音出してたらまあいろいろやりたくなるよなっていう感じなので、いろいろやった年ってことですよね、うん、
そのいろいろやったのがこの進化につながってるんですかね。そうですね、うんうん、まあ、結構インタビューとか見ててもやっぱりこのシャフトでやったやつはいろいろ影響は出てるみたいなことは言ってますし、うん、今井も、うんうん、やっぱ結構ギターをサンプリングしてそれを使ってとかそういうのとかは、うんうんうん、やっぱアプローチとしてはなんか引き出し増えるだろうなっていう感じでしょうね、うん、でその辺まあいろいろやって94年の12月ぐらいですかねから爆竹の次のアルバム作りに取り掛かると、うん、まあ曲はまあ前から作ってただと思うんですけど本格的に動き出してるのはそれくらいかなっていうとこですかね。で曲系の話でいくと引き続きやっぱリフものみたいなところは意識されてたみたいですね、うんうん、あなんかまあそうでしょうね。リフをまず作ってっていう感じで、うん、ダーカーザンダークネスの時もまあそういうコンセプトというか方向性はなんかある程度あったみたいだけど、うん、そこは割と継承されてるというか、だから歌メロありきとかじゃないっていうことね、うん、割とねギターが立ってる曲も多いもんね、うん、いや確かに印象的なギターリフとかリフが印象的なの多いっすよね、うん、そうですね、うん、で今井さん的にはもうなんかどんどん曲が溢れてきていてなんかやりたい曲がいっぱいあったっていう感じだったらしいですね。アイディアがなんかどんどん、うんうん、アイディアがどんどん出すぎてそれをまとめらないというかそれをまとめるのに苦労するみたいな、うん、出すぎちゃってもう出すぎてどうしようってなっちゃう感じですね。そうですね、結局16曲入ってますからね。うん、16曲数がやっぱ乗ってる時はそうなるんですよね、うん、きっと。もうレッチリとかももうすごい曲数、レッチリもすごい多くなってるもんね。まあ乗りに乗ってるバンドはそうだよね、うん、乗りに乗ってる時やっぱり、うん、まあ、これも2枚組じゃないだけいいっていう、そうちゃんと16あの1枚に収めたのはすごいですよね。確かに大変だったんだろうなって、うん、あの出る時期なんだろうなっていうのはなんか音聞いても、うん、生き生きしてますよね、なんかなんと、うん、なんつうか、そうだね、なん、うん、まあ方向性的には病的なんだけど、ね、病、確かに、そうそうそう、病的に生き生きしてるっていうか、そう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 、めっちゃその表現は的確ですね。病的に生き生きしてますよね。病的なんですけどね、曲。そう。すごい病んでる感じではあるんだけど。病んでるやつがもうすごく生まれて、どんどん生まれてくるっていう。うん、そうそうそう。病的に生き生きしてる、うん。アウトプットは病んでるけど、なんかそんなに苦労してる感じしないですもんね。そうそうそう。なんかすごい、なんか伸び伸びっていうか、うん、結構ポンってできてんだろうな、みたいな。うん、もうなんか苦労して苦労してひねり出してこれが出てきましたっていうよりはもうポンポン出てきてるのがこういうのがポンポン出てきちゃってるのがまた息のいいやつが出てきたよって感じ。すごいそんな感じしますよね、聞いてて。またグロテスクなやつが息のいい、そう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 、息のいいグロテスクが胃のいいグロテスクが出てきたよって。またグロいのが出てきたよ。ピチピチのって。そんな感じはしますよね、なんか、うん。これまあ16曲あって、最後のはまあちょっと1曲目の派生みたいな感じですけど、はい、今井が 11? あ、まあ、ループマーク2入れると今井12か。星野が4曲入ってんのかな。はいはいはい。めちゃくちゃ多いっすね。多いっすよね。で、今井は入ってないので言うと、あと4曲あったらしいっすね。ああ。で、星野も全部で8曲書いたって言ってるんで、あ、使われてるのが4曲だから、
まあ残り4曲あったらしくて。全部入れたら2枚組になってた。そうですね。そうですね。で、なんか、その、お互いまあ、それぞれ次のアルバム用に曲を書こうみたいな感じで多分書いてたと思うんですけど、曲作り中はもう全然お互い情報交換とかしなかったらしいですね。おー。それはなんか、へーって感じだったんですけど、で、ダーカーザンダークネスの頃とかは、それでもやっぱりなんか気にしてたらしいんですよね。どんなの今井さん作ってんだろうみたいな。はいはいはい。でもなんかそれ別になんか気にしても無駄だっていうのがなんかその時分かったらしくて。うん、で、今回はもうなんか全然気にするのやめたって星野が言ってましたね。だから、星野曲結構あの、69で入ってるやつ、すごいあの、キャラ立ってるやつも多いっすけど、うんうんうん、楽園とか、密室、愛しのロックスターとか。ああ、そうだね。その辺なんですね。ちょっと どれがそうだったのか分かった、うん。そうだね。で、なんか、星の曲では、今井ギター弾いてないらしいっすね。ああ。なんか今井は今井でやることが多すぎて、そっちに手が回らなかったらしい。いろんなもう出したい音がいっぱいあるから。うん、自分の曲で忙しくて。ああ、そっちの方のね。うん。だから、星の曲も、デモの段階だと、まあ結構、その今井も星野も、それぞれでデモしっかり作って持ってくるっていうスタイルみたいですけど、デモの段階だと、星野的にも、今井が弾く前提でパート分けとかしてるけど、結局なんか今井がスタジオに来れないから、うんうん、星野が自分でそれも弾いてレコーディングする。なるほどね。感じだったらしくて、そうやって星の曲聴くと結構すごいなっていうのはありましたね。辺のバランスは、なんかアルバムの中でも面白いし、事前に全然なんかこういう感じにしようぜとか話してるわけでもないんだなっていうのも面白いなって。でも今井も言ってましたけど、歌とかラブレターみたいにすごいハードなやつと、まあループみたいなアンビエントのやつをやって持ってきたけど、うん、そこに星野の曲が入ればうまく中和されるだろうから、なんか全然いろいろ心配することなくお互い曲作れたみたいな。まあ結局なんかバンドでやれば爆竹になるっていう。そうだね。もうなんかそういうのが出来上がってるっていうか信頼関係ですよね。そうですね、うん。まあなんかあうんの呼吸というかもう、うん、そうそうそう。言わなくても多分こう来るだろうっていうのね。そうですね。まあこれ、その辺もなんか乗ってる感じがありますよね。乗ってる感じある。うん。うまくいくよね、みたいな。言わなくてもわかるっていうね。結構ね、リズム隊のインタビューとかを見てもなんかその辺は少し感じられてて。おー。まあ結局、あの、ベースのユータと、ドラムのアニーは、曲が上がってくるのをこう待ってるわけなんだけど、割とこうなんか、まあそれもしかもなんか順々に割と来るみたいで、で、次は何が出てくるんだろうって興味が尽きなかったって言ってるぐらい結構余裕が。なるほど、なるほど。そこまでのこの努力がね。努力が。そうですね。ダーカーザンダークネスの時のいろいろ。え、ジャズみたいな。スラップすんの？どう来てもある程度できるだろうみたいな。そうですね。もう一通りダーカーザンダークネスってやりましたからね。そうそうそう。で、アニーもやっぱり、この69の時のインタビューで、前作っていうのがまだ、うん、ファーザーアンダークネスのことですけど、うん、なんかドラムセットの前に座るのが結構嫌だった時期もあったらしくて。ああ。でもなんか、今回のその69はドラムが敵に見えなかったって言ってますね。
おお、うん、いや、だからやっぱすごい成長してるなって成長してますね。もうオラワクワクしてきたぞって、ね、そう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 、もっと強えやつと戦いてって次何来るんだろうって面白えなっつってでもそれと同時にやっぱりダーカーザンダークネスすげえ苦労してたんだなっていうのが、いやもう修行伺い知れるっていうか、してきてるからやっぱあれ大変だったよねっていう、うん、いやあれ絶対大変ですよね、もうあれあれでなんか一回り大きくなったんでしょうね、うん、だいぶ鍛えられたんですね、うん、あれでだってなんかあれもう一晩練習してもう一回やり直したとか、そうそう徹夜で練習して、ね、そのままレコーディングに臨むっていうやっぱり修行の成果って出てるっすね。すごいよね。そっから生まれた余裕が、なんか、音にも感じられるもんな、なんか。うん。確かに。すごいっすね。なんか成長を感じられるっていう。すごいすごい、本当に。すごい。そのなんか成長して一回り大きくなって出てきた結果があの病的な音ってのもまたそうですね確かに爆竹らしいというか、すごいものをまた生み出してしまった、そりゃどうなんだっていうのもそうですね成長の仕方がまあ病的なところを作ってるのは結構歌詞歌のところも大きいですけど、うん、確かにそうですね。ここはだいぶすごいですよね、うん、桜井あっちゃんの世界観が、うん、すごいですね、もう本当に当時の桜井あっちは精神科から超鬱だって診断されたみたいですねなかなかですよね、それも、うん、それがなんかだろうなって思うもんな。確かに。いや、だってこんな歌詞書いてきたの見せられたら、そういう診断をせざるを得ないじゃん。そうですね。あなたはもう超鬱ですよ。大丈夫かなと。確かに。もうね、限りなくネズミってタイトルを見ただけでね。いや君大丈夫かいってなるもん。確かに。でたらめ野郎って。でたらめ野郎とか。タイトル見るだけでちょっとやべえもんな。タイトルがなかなかすごいっすよね、この。ね、ほんとすごいっすね。もう最高ですね、これもう。タイトルでワクワクするもんな、これ。うん、大好きですね、僕の。うん、爆竹で最初になんかちゃんと聴いたアルバムがこれだからさ、はいはいはい、なんかもうそういうなんかイメージになっちゃう。やーべえ人たちだなみたいな。他のアルバム聴くと、あ意外とそこまででもないのかみたいな。ちゃんとなんかポップというかね、うん、商業的にちゃんとこう。ポップネスを維持してる部分もあるんだっていう、うん、この後のアルバムになると割とまたちょっと戻るというか、うん、そうそうですよね、うん、ここが一番ひねくれてる、これがなんか一番、ここが一番あかん、そこの底ですよねそう限りなくネズミは本当すごいですね、うん、限りなくネズミってフレーズって何だよみたいなタイトルもまずいし音もまずいし音もそうですねこれ衝撃だったもんな、もう衝撃歌詞は全体的に一人称が僕、俺、私で使い分けてるらしくて、あ割とそこを神経使ってなんか分けてるらしいっすね。ああ、そうなんですね。で、強いのが俺で、弱いのが僕で、なんか乾いてるドライなのが私っていう。ああ、なるほどね。感じらしいっすね。うん。精神状態を表してるんですよね。うん。なんかまあ、キャラクターというか。うん。
で、割と前までは自分が知らない言葉は使用しないっていうような制限をつけてたみたいなんですけど、69からは割と何でもありの状態で、あんまり型にはめずに制作してたっていうことも言ってますね。知らない言葉でも使ってくると。まあ、具体的にはちょっとわかんないけど、まあそういうところが結構深みに増してるというか。まあもう限りなくネズミとかも聞いたことない言葉ですからね。そうですね。あとはタイトル、69。これは今井がまあこの辺は発案というかあれですけど、彼が言うには S と N を使いたかったっていうところらしいですね。まあ、S 曲と N 曲っていう対局のあれですよね。対局の極端な感じのことを表裏一体みたいなね。うん、で最初は SN っていうのにしようかと思ったけど、まあ、ちょっとそれだとなんだかわかんないっていうので言葉を当てはめていった中で69っていうこれだっていう、ここですね。これだっていう、あ、それもどうかと思うんだけどな。これだじゃねえよ。確かに。これだじゃねえよって。ねえねえ、シックスラインってどうかな。どうかなじゃねえだろう。まあどうかと思うよって。どうかと思う。健全なバンドだったらさ、それはちょっとってなるじゃん。まあ6と9も形的にも、あ、まあまあね、だからそういう、まあ、うん、うまくハマってるなってやっぱ思ったんだろうなって、ハマってはハマってはいるけども。これだってやっぱ。俺がなんかこれだってなっちゃうのがやっぱ爆竹というかね。そうですね。いや、ミスチルはこういうのを選ばないでしょっていうさ。確かに。ミスチルがいきなり69。69とか言ったらもう、どうしたってなる。確かに。その辺のなんかこの不健全さがね、いいっすよね。でもこの S と N でうまくハマってますよね。うん。まあまあでもね、うまい、うまいっすよね。うまいっすよね。S、SN でなんか対局の表現して、それが69っていうのは、ね、6と9、なるほどっていう。そうですね。サムウェア、ノーウェアも SN だし。あ、それそうだ、確かに。そこはちょっとそっか、たまたまなのか、なんか一緒に。まあ狙ってると思うけどね、狙ってるところある、は、うん。なるほどね。狙ってるね、これ確かにね。確かに。なるほど。これは、ジャケットもかっこいいよね。うん、ねえ。これもね、ちゃんと、な、69って書いてあったね。うん。いやでもこの感じっすよね、確かに。この、ちょっと、なんだろう、この、おどろおどろしいじゃなくて、なんかこう、なんだろうな、ケミカルな怖さっていうか、なんつうんですか。うん、なんか、うんうん、そうっすよね。うん、CG で作ってる感じがまた、うんうん、確かに、うん、時代を感じる。変ななんかそう、インダストリアルな感じというか、うん、そう、インダストリアル感があるな、確かに。ありますよね。やっぱ当時としてはやっぱ普通のバンドから比べるとデジタル感が強い。うん、そうですね。うんっていうのがなんかこのジャケットにも、うん、そうですね、出てるし、ね、でこの顔がなんていうんですかね、この影というか、うん、こうすごい複数にこうふわーって薄くなってるのもすごいアンビエントな感じが現れてるし、うんうん、うまーくやっぱ表現されてるし、この69の真ん中のこの文字も、うん、すごいですよね、これ。俺、なんかさ、あの、
ハーケンクロイツみたいで。みたいな感じ、うん、やべえ、やべえ感じが。そうっすね、うん。俺を真ん中にドーンと持ってきて。そうっすね。俺もね、S と、S と N の、あれでしょ、うん、そうですね。S と N。S と N の、そうなんですよね。S と N をよくこういう風にうまく表現したなって感じです、ね。確かに確かに、ね、うん、あ。すごいっすよね。これまたその初回版のあの紫ケース。はいはいはい。あれがまた印象的というか。ああ、そうだね。初回版は紫色のケースなんですよ。そうそうそう。その CD のあのパカっていうのが紫色してるってこと？そう、全部。ええー。確か。今、ちょっともう手元にないけど。うん。初回版はそうだね。その回収されたやつね。あ、回収されたやつがそういう感じだ。そう。で、回収後はそれが赤になってて。あ、そうなんだ。へ、うん、紫のやつを昔、中古で買ったけどね。あ、めっちゃ、じゃあレアじゃん、それ。そうだね。今、手に入れようと思ったらめちゃくちゃ、ね。どうなんだろうな。手に入んないのかな。ブックオフとかに行ったらあんのかね。ちょっと今度見てみよう。うん。この辺のジャケットはもちろん全部坂口健さんのやつですね。もうそうですね。爆竹といえばっていうとこですけど。いやー、相変わらずこうアルバムのなんか表してますよね。その音を見事に。世界観。ほんとそうっすよね。うん。またなんかそのカラーがすごいっすよね。やっぱなんか紫なんですよね、このアルバムも。いや、ほんとそう。音が紫色してる。音が紫なんですよ。うん。そこってすごいっすよね。感じ取る音ってそうなんですよね。うん、うちらがこう見ちゃってるからそうなのか、もともとそうなのかわかんないけど、でももうそうなんですよね、結果として。うん、それがすごいっすよね。うんうん、そうだね。音を聞いててなんか緑とか黄色とかなんか思い浮かばないもんね。うん、じゃないっすね。やっぱなんか紫っぽいというか。うん。で、ダーカーザンダークネスはやっぱあの黒とあの金色っていうか、うん、あの色だもんなって。ね、すごい不思議ですよね。だからアルバムのはなんていうかアートワークっていう。すごい重要っすよね。めちゃくちゃ重要。今すごいほとんどデジタルな販売になっちゃったけど、うん、でもアートワークは絶対あるもんね。確かにね。別になくたってさ、いいのにあるから、うん、やっぱ必要不可欠なもんなんですよね、きっと。そうですね、うん。このなんか CG で作ってる感じが、マッドカプセルマーケッツとかも割と似たようなテイスト。似てますね。なんだけど。うん、でもやっぱ爆竹のテイストなんだよね、これは。っていうのが。なんかあるよね。ありますね。似たような共通点もありつつ、バンドのテイストがちょっと違うみたいなさ。音にやっぱマッチしてるよなーっていう。ぜひなんか聞いてみたいですよね。音を聞いてこのジャケットを作ってるのかっていう。そうですよね、うん。何をモチーフにというか何を元のアイディアとしてこういうアウトプットが生まれてるのかっていう。その材料、アイディアの材料になってる部分がどこにあるのかっていう。だってこの仮面みたいなやつってどっからどう出てきたんだろうって感じですもんね。うん、これ顔ですよね。仮面ですよね、多分。うん。目が羽だよね。やっぱ音聞かなきゃ出てこないだろうしな。うん、そうですよね。だから絶対聞くことは必須ですよね。うん。まあそれかタイトルとかだけでこう見ていくのか。うん、まあ、どの段階でっていうのはあるかもしれないけど、デモとかは聞いてんだろうなって。
あ、なんか、何かしらの音から導かれてるんだろうなっていうのは、なんか、うん、そうですよね。そこはやっぱマッチしてないってやっぱ、最終的にはあれだから、うんうん、だろうなとは思いますけどね。うん、まあでも、アートワーク、坂口健さんはすごい重要な位置を占めてるだろうなっていうところで、69って決まった時にも、今井の家にいたらしいですからね。そうなんだ。すごいね。だから、まあ仲良しですもんね、基本。あ、まあだからそういう意味でも音は聞いてんだろうなとは思いますけどね。まあそうでしょうね。まあ今これこんな感じだからっていう。うん。でもとかも含めてだと思いますけど。うん、いやー、まあもうすごいアルバムですからね、これは本当に。音も深くなってるし、もう歌詞も歌も深くなってるし、アートワークも深いと、もう深みの底みたいなアルバムですけど、ね、ワクワクしてくる感じですよね、これは、ですね、うん、ということで今回はその69、まあ全体的なところ69に至るところみたいな感じで話をしてきましたが、ここで区切りまして、次回は1曲目から、それぞれ話していく回をやっていきたいと思います。はい。次回へ続きます。